大田部選手がしっかりとねペイントにカッティングしたからのでね、ここでしっかりと当てましたね。琉球はダンカンのアタックから得点。琉球はフリッピン、ダンカン、ダンアラム、松脇、橋野登り、橋野のスリーポイントです。いや、ロングのディフェンス、ターンオーバー、モータム、モータムの得点。リバウンドも取れてる印象ですよね。そうですね、素晴らしい集中力ですね。さて、松野がスピードでキャップをついていった。岸本に預けて、岸本、ダーラム、ダーラム選手、いいディフレッシュ見せましたよ。おー、ダーラムスピード、ダーラムがスピードからスキップパス。おー、今村スリー、おっ、今度はダーラムアタックして、今村今度岸本のアタック。あー、うまいですね。ダーラムのスリーポイント、ダンクスリー、アレン・ダーラム。おっと、ちょっとミス、ターンオーバーになりました。ダンカン、ファーストブレイク。ダンカン、今村がもらいに来ます。今村のオークーリーに合わせた。あ、ここでターンオーバー。マーフィー、小野寺かわして、もう一度、おー、モータムも走ってました。スピードのある外国籍選手が生きてます。北海道、マフィー選手は少し落ち着いたんじゃないでしょうかね。もう、スクープショット、北海道としてはこらえたいディフェンス。クーリーに合わせた、琉球が連続得点。突き放していけるか琉球、こらえられるか北海道。さあ、小野寺がスリーポイントだ。クーリーのスクリーンが効きました。で、クーリーに入れます。うまいですね。さあ、クーリーから、おー、松脇に入れました。松脇ステップバック、ペリメーター。うまいね。高橋がボールを奪って、マーフィーに繋いで、ボールフリッピンと、マーフィー、マーフィーの得点。いい、ここね、高橋選手がね、ハッスルしましたね。プレッシャーかけたんで、ちょっと松脇がハンドリングミス。そこからのマーフィーの松脇粘って、そしてコーフリッピンで通ってクーリーです。おー、ファウルもらう。食らいついていた北海道を振り切る形で、琉球がゲーム2の勝利を収めました。